サッカーを生きがいとする皆さん、こんにちは。降りつける雨が芝生の手前で蒸発していく。それほどの熱気がこのスタジアムを包み込んでいます。招待大会第1試合、アルゼンチン対ジャマイカ。さあ試合が始まりました。両チームともどんなサッカーを展開するか非常に楽しみです。正面から見て右にいるのがジャマイカ、左にいるのがアルゼンチン。早野さん、この試合注目すべき点はどこにありますか？動きにくいのは確かですけども、条件は相手も一緒ですから、いかに雨の中での戦い方を熟知しているか、それに尽きるんじゃないですか。シュート、キーパーアルゼンチン、コーナーキックのチャンスです。両チームの選手がペナルティーエリア付近に集まっています。右へ出します。グローブロット、キーパーボールを抑えます。コースは良くてもこの威力ではゴールは難しいですね。左へ出します。前方にパス、グローブロット、ナイスセーブ。スペースを探しています。パスが主体のサッカーだから、こういったドリブルも大切ですよ。キーパーキャッチ。正面をもし狙うんであれば、もう少しシュート力が必要ですね。ドリブルで攻め込みます。ドリブルで持ち込みます。ここで緩急の変化、チェンジペース。ドリブルで攻め込みます。グローブロット、エリア内ボールをキープ。あーっと外れました。最低でもゴールの枠に蹴ってほしいものです。外れはしましたが、このシュートで何かが変わるかもしれませんね。ここで緩急の変化、お互い一歩も譲らず前半終了です。さあ後半戦が今始まりました。先取点を取るのはどちらでしょうか。前へシュート、さあドリブルで上がっていく。残念、キーパーの正面でした。コースは良くてもこの威力ではゴールは難しいですね。残念。左へパス、左へ送ります。前に送った。さあドリブルで持ち込みます。パスが主体のサッカーだから、こういったドリブルも大切ですよ。前に出した。グローブロット、前に出した。前に出します。グローブロット、決まった、ナイスゴール。後半戦も半ば、アルゼンチンナイスゴール。ジャマイカキックオフで試合再開です。さあドリブルで上がっていく。これは危険なプレー、当然ファールです。アルゼンチン早いリスタートで試合再開です。右へパス、さあ誰にパスを送るのか。ここは上げてくるでしょう。ゴール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 。後半戦終盤、アルゼンチンキックオフで試合再開です。ドリブルで持ち込みます。これはいけない、ファールが取られます。イエローカードが出されます。子供たちにはあまり見せたくないプレーですね。前にパス、グローブロット、ゴール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 。後半戦終盤、アルゼンチンゴール正面にボールを叩き込みました。
早野さんと取り返すか、それとも追加点か、今試合再開です。前方にパス、シュート、体で止めた。敵の攻撃に対し全身で立ち向かいます。ここで主審の長い笛、タイムアップです。3対0。Thank you.